ポピュリズムという言葉が大衆迎合主義という形であの新聞テレビでもよく出てきますそもそもデモクラシーとポピュリズムとファシズムってどう違うのか簡単に解説していただいてよろしいですかポピュリズムというとですね一方ではポピュリズムはファシズムにつながるものだ非常に危険なものだという見方があります他方でポピュリズムというのは民衆の支持を背景として物事を決めるという部分はまさにデモクラシーと思うじゃないか何が悪いんだという見方もあるわけですね でこの2つ一見するとものすごく対立的で相入れないように見えるわけなんですが実はそれはポピュリズムという姿の2つの顔といいますかヤヌスの顔のようなものでポピュリズムはデモクラシーの部分とファシズムの部分の両方に片足をそれぞれ突っ込んでいる。ポピュリズムの語源ポピュラーあるいはそのポプルスあ人民ですけれども、はい、そのピープルですね。人民にを知って 規制政治や規制の秩序を批判して、急死的な改革を訴えるとする運動、そのポピュリズムの中には、ですね一方では規制のエリート、あるいは特権階級を批判して、民主の意見を政治に反映させようというモーメントが非常に強くあって、ですねそこの部分はデモクラシーと重なる点がある。要するに多数派の意見をきちんとちゃんと取り入れて、エリートが上で勝手に決めるのを阻止しようとう。 そそれはそれはででデモクラシーと重なるる部分があるわけですね他方でポピュリズムというのは多数派の意思を絶対視するところがある多元的な価値観を認めず多数派の意思をこれが民主主義だという形で正しいもの唯一の正しいものとして推し進めていくわけですのでそこで少数派に対する配慮などが消し飛んでしまうと、うん、するとそれがさらにファシズムと結びついていく面は国によってやはりあるだろうと。 となるとやはりポピュリズムの中にファシズムに向かう面もあればしかし他方でエリートの一方的な上からの支配を覆すようなデモクラシーの面もあるその2つを同時に備えているのはポピュリズムの難しさでありしかし研究するときの面白さでもあると思うんですね なるほどねありがとうございます水嶋さんが外説的なことを書かれるとなんか自分が頭良くなったようにスーッといろいろと頭の中で制御ができるんですよね。で今のスライドの次のスライドではじゃあゼレンスキーウクライナのゼレンスキー大統領あるいは今いろいろと話題になってますハンガリーのウルバン首相この前もアメリカに行ってですねあのトランプ前大統領とも会っておりました。まあ、こののの人はは果たしてポピュリスストななかか何なのかまずゼレンスキーは彼自身 出てきた時の経緯かかららすするとと明らかにももう規制政治を批判ししてててアウトトサイダーとして出てきたたポピュリストでであったわけですね、うんうん、彼の場合は基本的にこのデモクラシーにコミットしておりますのでまた EU へのさまざまなですねアプローチからしても基本的には彼はポピュリストではあるけれどもデモクラティックな人物であると私は思うんですね。うんうん、で他方でハンガリー・オルバンのようなですねあの権威主義体制にどんどん傾斜しているような国の場合確かに 出てきたときは規制政治に対する批判、それはそれなり一定の説得力があったかもしれませんが、政権を取ると今度はその政権を維持するためにですね、どん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 や、あ制度をのいじって行ったり、のまさにですね多数派の意思の名の元にあの少数派を抑圧していくという傾向が容実に見られます。これはファシズムと同一視はできない性よ権威主義的であることは間違いありません、はい。トランプは今法の社員に挑戦してますよね。そうなんです。 トランプはこれどういうふうに位置づけたらいいんですかね大統領をった時にやろうとしているところは憲章に傾斜していましたのでもしそのままいていたらどうなるかわからないしまた今年以降、ね、どういう方向に行くのか大統領選挙の結果も受け入れないとなんとなくトランプ氏左側に行っちゃってる気がしますよどんどん、ねうん、そうですね発言はその傾向はかなり強いと思いますね、うん、デモクラシーっていうと 教育のおかかげというかもあってあのやっぱり素晴らしいものって思ってしまうんですけれどもやはり民主主義っていったものが健全に作動するにはやっぱりそのリベラリズムとの融合というかですね、はいうん、組み合わせっていうのがこう必要でやっぱりポピュリズムもあの水嶋先生がおっしゃる通りありデモクラティックな側面っていうのはあ,あってで、まあ、その意味でデモクラシーにとっていい面もあるんだけれどもただあのやっぱりあのリベラリズムなきそのデモクラシーってのは危険なものなわけですよね。うん、それやっぱりそもそもも 通派の権利を踏みにじるとあるいはそのそもそもメディアをあの強権的に支配しちゃうと野党がもう健全な活動できないわけですよね。慣れの果てが多分ロシアの大統領選挙とかだと思うんですけれどもああなってしまうともうそもそもリベラリズムをぶっ潰しちゃうともうデモクラシーっていったってそあのとてもあのデモクラティックなものとは言えないものにこう,堕落してしまうわけですよねいきなりまたヒトラーが現れて単に世界体制になってみたいなことを言うと。 さすがにそんなことないだろうと歴史を繰り返すことはないだろうっていうふうにそこまで人類は愚かじゃないだろうって思うんだけどもスペクトラム的つまりつながってるわけですよね例えばロシアなんかもう90年代、ま、には曲がりないにも選挙をして複数の,あの候補者が戦ってたわけですよね大統領選挙でそれがもうほとんど茶番のような大統領選挙になってしまったこれは緩やかにずっと時間ととも左に行っているとでアメリカも同じようにさっきのトランプ氏がね ななんととく左側にスーッと動いてきてきるとでやっぱりもともとは戦後のヨーロッパあるいは民主主義というものが、まあ、非常に強靭なある意味ではリベラルデモクラシーというものがあって法の支配に刺さられて我々はその自明だと思ってきたわけですよ。うん、ところがその法の支配というのは揺らぐあるいはリベラリズムが揺らぐ中でポピュリズムや権威主義というものがデモクラシーと交じるつまりデモクラシーがリベラリズムと交じるのか。うん ポピュリズムと混じるかによって、同じデモクラシーなんだけども、だいぶ質が変わってきますよね。二十、うん、世紀の後半というのは、リベラリズムとデモクラシーが、ある意味で、何て言いますか、うまく多くの人々によって共有された価値としてあった時代だったと思うんですね。でそれが、例えば政治勢力的に言えば、二大政党がどこの国でもだいたい2大勢力が成立していて、はい、恩賢保守と恩賢左派あの、例えば、 キリスト教民主同盟と社会民主党あのどの国でもですねあの右と左と言いながらいずれにせよその戦後のリベラルデモクラシーを大まかに言えば共通の歌詞として守ろうということに関しては合意があったわけなんですよそしてそれがヨーロッパ統合に対する幅広い支持にもつながっていった、うんうん、ところがその二大勢力が20世紀の後半それから21世紀にかけてどんどん弱体化していって、うん、あの今や両2つの政党が合わさっても半分、うん 関かかどうかオランダなんかもっとひどくてですねもう1桁になってしまっているその中でむしろ右と左の急進派がそれぞれ既存の体制を批判しまた EU を批判しグローバル化を批判しあのそういう意味では右の端っこと左の端っこは共通する面もあるんですけれども既存の共通理解というものを両方から崩しているこれが今の非常に厳しい状況だと思うんですね。ね 今 SNS とかでよくそのエコーチェンバーとか言いますよね。はい、であれ要はあの自分がこう見たいものしか見ないしこう読みたいものしか読まないエコーチェンバーの中でこう自分たちのなお仲間の意見だけは増幅していくってあるんですがあれ本当に戦艦機のドイツ見てるとそんな感じで、まあ、当時のメディアの,その雑誌と新聞がまあ主ですけれども基本的にもう支持者向けのメディアに分かれていて世論が分断されていく中でその 自分たちのこう世界の中でこう生きていて、自分たちの利害しか,か考えない中で。あの民主制が壊されていってしまった例として、ワイマールがあって。うん、そこはあの非常にこう現代にも視察的だなと。うん、やっぱり狭い世界に閉じこもってたらいけませんよ、はい。<と>エビデンスを突きつけられること、どうも嫌な人がいるらしい。うんうん、抑止論って結局抑止が失敗するまで分かんないわけです。日本にとって今がチャンスなんですよ。まだ有事になってないから。戦争はまあ始ま。 しまったらもうハッピーなとはない。よりましなバッドエンドを選ぶしかなくなってしまうだから始める前に阻止しなきゃいけない、うんうん、ロシアに軸足を残して途上国っていうのは全部大国の意のままになると思ってるんだけど全然そんなことなくて、はい、核兵器をなくすためにやっぱり中国やロシアの協力も必要なわけですよね。 核兵器の話をやってる女の人ってどんな高はやっていうね <laughs> <laughs> 1972年以前の何の協定もないような時代に入っているドイツはころっと変わってもう中国はリスクである戦後中球が壊れてしまうこれ守らなくていいですか右とか左の両極端をどっちも支援するんですね